高齢者体操 TV をご覧の皆さん、こんにちは。パーソナルトレーナーの小熊聡です。今回はキューピーさんに場所を提供していただいてのご提供となります。ぜひ普段と違う雰囲気をお楽しみください。今回ご紹介するのは反り腰改善に有効なだるま動作の紹介になります。ぜひ簡単にできますので、トライしてみてください。用意するのは、こういったマット、それからご自宅にあるような、お布団などですね、少し床よりも柔らかいものを、ご用意していただければと思います。では早速、やってみたいと思います。反り腰というとですね、この腰の部分ですね、腰が反ってしまって下っ腹が少し前に垂れるような形になりやすいんですけども、この時にですね、腰の痛みが出てきてしまってですね、お腹が少し出っ張りが気になったりしてくることがあるかと思うんですけども、まずこの原因としてですね、腰の硬さがすごく多い方多いですね。それから腹筋が少し弱くなってしまって、もしくは使い方を忘れてしまっている方とても多くなってますので、その両方をですね、少しずつ調整していくような動きをご紹介したいと思います。はい、ではこちらですね、マットですね、使っていきたいと思います。はい、だるま動作と聞いてですね、お分かりかと思うんですけども、そのまま寝転がっていただいたら両膝を抱えていくような感じですね。まずこの動作をすることによって、腰が丸まってきますので、腰のストレッチになってきます。硬い部分を少しずつ伸ばしていくように意識してみましょう。腰が硬い方ですと、もうこれだけで少し、伸びて気持ちいいなという感覚を、得られるかと思います。少し腰が、伸びてきたなと、思ったらですね、そこから少しずつ揺らしていきます。揺らした時に膝が離れないようにしっかりと体につけて転がしてあげましょう。徐々に動きを大きくして、できる方はそのまま起き上がって、寝転がって起き上がってですね、こういう動作を繰り返していきましょう。起き上がるときに膝が離れないようにですね、しっかりつけてあげることで腹筋の力が入りやすくそうで、この膝が離れないようにですね、まずできるところからで結構だと思います。少しずつ膝が離れてしまってもまずは起き上がるですね、そこから徐々にご自分で少しずつ近づけながらですね、どこまで起き上がるかというのをちょっとチャレンジしていただくと、良いと思います。はい、では、今回のトレーニング紹介は終わります。今回もご視聴ありがとうございました。